はい、それじゃあ戦国無双法の続きやっていきたいと思います。じゃあ今回は四国をやっていきましょう。四国の第3話、伊予侵攻、四国統一をかけた攻防、凄絶な戦で敵の策を打ち砕けと。わかりやすいですね。なんか西へ東へまた西へって感じで大変だな。第4話はまた東なんだ。結構ジグザグに動いてるね。よし、じゃあやっていきましょう。伊予侵攻はまあ難しくてもいけるかな。元鹿の四国統一は目前かと思われた。三好を破り、阿波、讃岐をも手中に収め、残りは伊予一国。そこで彼の時が止まった。伊予河野家の若年当主道直の思わぬ抵抗に遭い、元鹿の伊予の制覇は遅々として進まなかった。元鹿の脳裏にはあの生めかしい影が浮かんでいた。またしても小少将の企てかな。四国の将、伊予侵攻。時には敵、時には。さあ気になるタイトルだけど。若年の道直にしては世知に長けた軍力。敵を侮っていたようだけど、どうやら向こうにも頭のいいやつがいるみたいだな。わ、もしやまた抹消の小少将の仕業かの。そう書かれるとちょっと読みづらいね。抹消の小少将。お前はなぜここにいる。横からシュッと出てきたな。父上は今何やら大忙しなのじゃ。故にわらわは父上の名代として。あれ、邪魔するわね。普通に来た。ああ、そっちは噂の場所こそ。おお、河野道直を操っているのは貴様かと思っていたが。意外な展開。あんな子供を騙す趣味はないわ。あの子を操っているのは毛利元就でしょ。ほう。ねえ、私が手を貸してあげましょうか。安くしとくわよ。あ、金取るんだ。無用だ。即答？ほんと腹の立つ男。役に立たなければ何もいらないわ。それなら文句ないでしょ。勝手にしろ。なんだかさらっと小少将さんが仲間になっちゃったな。お、今回は本当に光秀がいないんだね。ってことは、じゃあ小少将使っていきましょうか。まだレベル1だけど、まあなんとかなるでしょう。なるほど。河野さんを操っていたのは毛利元就と。これは想像以上にちょっと手強いんじゃないの。で、前回よく考えてみたら小少将さん捕まえてたんだよね。あそこからもうポーイってこう許しちゃったんだけど、さらっと戻ってくると。さてこうなるとどうなる、気になるな。じゃあまずはよろず屋に行ってきましょう。いらっしゃいませ。小少将に何か持たせてたっけな。そんなことはないか。じゃあ何か錬金しないとダメかな。あ、ちなみに元地下には結構強い武器を持たせてあります。でも今回はガラシャと小少将を選んでいこうかな。第4話で元地下使っていきたいんだよね。さあ、じゃあ何か強げな武器、家康様が何か持ってるけど。おお、レッググレンに修羅に改心。これ持っていけば小少将レベルが低くてもなんとかなるかな。やってみようか。よし、じゃあ武器錬金でこれを小少将用に切り替える。はい、これを装備して、ほい。本当は再臨みたいな安全性の高いやつをつけてあげたいんだけど。無双ゲージが一定量回復法。じゃあ無双どんどん使った方がいいかな。オッケー、さあ頑張ろう。元地下の方はこんな感じ。勇猛に猛攻、破撃があって、そして投下かな。この破撃によって
おそらくあの電撃じゃないな、水球って言ったらまたおかしいか、あの破裂する音波みたいのがより強くなるんじゃないかなと思います。よし、じゃあこれでいこう。あ、待て、元地下じゃないや、ガラシャだ。今回ガラシャ使うって言ったもんね。ガラシャは前と変わらないかな。これだけでも十分多分渡り合えるでしょう。よし、じゃあ行こう。ありがとうございました。さあ、意外な助っ人ということで、お、なんだ、あ、ガラシャと小少将は仲がいいんだね。何か通じるものがあるのかな。よし、衣装変更できるけど、特別衣装はバニーガール。なんか似合ってるといえば似合ってるけど、そのなんていうか、インパクトのある髪型がそのうさ耳を結構食っちゃってる感あるな。なるほど、でも今回は初めて使うから通常衣装でいこう。そしてガラシャの方、ガラシャの方は3つあるんだよね。特製衣装買ってみました。某コンビニ的な感じの、結構似合ってるんじゃないかなと思うけど、派手だね。特別衣装はちょっとウェディングドレスっぽい感じ。なるほど、今回はどっち使っていこうかな。よし、じゃあ今回はこっち、青い方使っていきましょう。よし欲しいものがあるの。うん、欲しいものがあるなら自分で取りなさい。これが魔性か。いや、自分で取りに行くものを魔性と言っていいのかわからんけど、まあいいでしょう。じゃあ合戦情報、小早川さんがいる。小早川さんは烈空属性か。確か毛利元就はコンボ数100以上だったかな。あ、もうそれ持ってたんだった。そうだった、関係ないな。じゃあ烈空属性を持っていけばいいんだ。ああ、お金集めをしていたのがバレてしまった。それとあと今川義元の家宝が取れたので、これ使ってみたんだけど、無双ゲージを消費しなくなるのはいいんだけど、勝手にこう無双フィニッシュみたいな技を出しちゃうから、無双奥義を出しまくれるってほどでもなかったかな。まあもちろん安全なんだけど、どっちかっていうとこのなんだっけな、秘伝書の方が若干強いかなって気がする。でも何回でも使えるっていうところが強いのかな。あと馬に乗ってどんどん無双奥義を連発して移動するってことは可能かもって感じかな。さて、じゃあとりあえず烈空属性を持っていこう。そしてガラシャの方が余裕あるから、ガラシャの方に烈空つけておこうかな。そして何か家宝を持っていこうか。ガラシャって結構魔法系だけど、あ、じゃあ風魔欠板状、これ結構誰でも使えて便利なんだな。じゃあこれと、あとは移動速度上昇に攻撃速度、そして秘伝書いるかな、いらないかもな。防御力のアップ、防御力のアップは逆にしようかな。こうしてこっちは自分の日傘を持っていこうか。自分の家宝を持っていくと効果が高まるとかそういうことはあるのかな。あったらいいなーって思っただけだけど。よし、属性はおそらく相手が毛利軍だからいらないかな。これ持っていこう。勲功お守り、これでレベルも上げていくみたいな感じかな。よし、オッケー。さあ、軍馬もセットしていこう。軍馬は、馬力の高いやつ。馬力って言うとおかしいか、馬力。そしてこの辺りかな。オッケー。 あとプレイヤー情報見ておこう。小少将は神速攻撃タイプ、結構意外だな。そして特殊技は自分の周りに光の柱を発生させて敵を攻撃するで、家宝と同じじゃねえか。なるほど、じゃあちょっと家宝を変えた方がいいかな。これを自分で使えるんだったら意味ないよね。じゃあ敵の攻撃か自分の身を守れそうなやつがいいかな。じゃあやっぱりこれか、100万一心入りいきましょう。OK かな、武器のチェック。よし、さあ敵の情報を見ていこう。結構最初から強化エリアの方に仲間が入っちゃってるな。ってことはまず、あ、北の方行けないんだね。じゃあ西の方から回っていくしかないのか。なるほど、これは分かりやすい。そしてあとは小早川さんと毛利元就の同行か。お、結構近いな、気になるけど。よし、じゃあやっていこう。では戦闘開始。
河野道直と毛利元就、両者を片付ければ真の勝利は得られる。いずれにしろ足がかりが必要だ。おお、まずは北上し黒瀬城を落とす。進め。なかなか攻撃判定が広そうな。守ってる人たちを片付けちゃいましょう。ミッション、東の関所突破のため、桂さんらを撃破せよと。お、待って待って、東の関所を突破するために目の前の敵が、西の方はいいんですかね。じゃあ西の方はガラシャに頼んでいきましょう。方針設定、こっち味方をお守りください。ようやく仕掛けてきてくれたね。まずはお手並み拝見だ。あら、クソガードされた。よし、関わるから不幸になるのよ。デック属性がなかなか効いてるな。なるほど、かなり攻撃判定が広くて雑魚にかなり突破した感じのキャラクターかな。あれが魔性の力なのじゃない。多分。さて、じゃあ切り替えていこう。我が部に挑め。シャキーン。おっと、しまった、神速攻撃を使っちまった。ほいほいほい。さあ、ここは階級の強さでご了承していこう。ほい、最後は力技。オッケー。カプドの塔の者がいようとは。いざ参らん。おっと、ちょっと発生が遅くてガードされやすいね。よし、来た。あら、おーおーおお。女性キャラクターは盾がなんかパワー技な気がするんだよ。よし、さて、おっと、ガラシャは戻ってくるか。大丈夫かな。門は開いた。お、意外と攻撃判定が強い。黒瀬城へ進むぞ。強い。これはかなわぬ。ゆずき城は降伏する。さあ、敵がさらっと、敵が今の、そしてチャージ攻撃レベルアップ。なになに、敵があっさり、おお、なんだ、噂の河野さんじゃないの。どうするつもりだ。敵の総大将がいきなり引いてしまった。怪しいな。あ、戦う前から降伏ってお子様には刺激が強すぎたのかしら。おどどどど、くそ、ここは無双奥義。さてこの人たちを倒さない。なんか当たってないんだけど。あ、ようやく当たった。消えて。お、ハートマークに作ってる。そして全ての、守備頭をやっつけようと。ガラシャは旗持ちやっつけてもらおうかな。おっと、おー、なかなか威力高いじゃない。わかったのじゃ。汗かいちゃったじゃない。入れてて、ちょっと敵の弓矢が痛い。お、意外とレック属性とグレンが役に立ってるな。しかしちょっと、いや、さすがに体力は低いな。気をつけていこう。よし、しかしレベルアップでカバー。オッケー、なんかちょっとだけ新体操のリボン選手みたいな感じかな。そしてガラシャは全然ハト持ちをやっつけに行かない。解剖。おっと、なるほど、敵がいるのか。やけに守りが薄い。門を破られたか。皆の者、引け引け。て、なになに、二田頭が、二田兵が、ゆっつき町へ兵糧を運び込むために移動開始。あの辺りから真ん中に行こうっていうんだから、北から来るのか西から来るのかちょっと分かりづらいな。ルートとしては西の方が濃厚かな。いで、うー、強い。なんだ、発したようだね。無事に届くといいんだな。よし、
じゃあ方針設定。ガラシャは2打兵。見えないのか。じゃあ移動するしかないかな。ここがこう来てこう来るのか、ここ来てこうなのか、ちょっとわからないから、この辺で待機すればいいか。やれ。おっと、何でしょう。私の歴史もここまでかな。あれ、ちょっと待って、何を弱気になってるの。敵陣の士気が低下したためか。怪しいな。油断させといてガブリっていう感じじゃない。父上はご無理なさいますな。槍働きはこの元春にお任せあれ。おっと、なんだ、二打兵普通にいるぞ。開門。あ、そっか、ここから向こうに行くって話か。いっといっていっていっほいっと、逆だ、真ん中から北西に持っていこうって言うんだな。吉川さんらを撃破せよと。どっちかっていうと親父様の方がお若く見えますな。さて、目の前にいるか。はい、ボーナスミッション、全ての二打兵をやっつけよう。おっと、ようやく表示されたか。じゃあ追っていこう。もちろん二打兵を先に優先的に撃破。うん、じゃあ吉川さんはお任せ。は毛利元信、しかりです。お前は黒瀬城にとどめ。敵が何か企んでいる節が。黒瀬城は味方の生命線、用心を怠るな。敗北条件変更。はい、何何。うん、おそらく南から襲いかかってくる可能性が高いってことだな。わかりました。兄上、よし。おっと、後ろから卑怯。ここはアイテムを使う。待てーい。よし、さらにパワーアップ、迅速攻撃がレベルアップ。お、意外と減ってる。いて、やめてください。借金私も没収します。悪そう。ほんほん、あれが魔性の力なのじゃな。はい、魔性タイム。おお、派手だね。行こうよ。敵将打ち取ったわ。毛利軍の増援が各地に出現。何何？敵陣士気が上昇して一気に境界エリアばっかりに。ここは一旦黒瀬城に戻って旗持ちをやっつけに行くか。じゃあ守りは小少将が担当するか。大丈夫かな。開門。お、さらに敵の方が進軍してきたぞ。なるほど、こうなると二手に分かれないといけないか。じゃあ旗持ち兵をやっつけて小少将が北の方を担当するべきかな。でも下の方が、うん、北かな。よし、じゃあ小少将は北の方に担当させよう。ガラシャは南。策は成功したようですね。あれ、この辺に、はい、いた。てか敵多いな。どこにいたんだ。勝利条件変更。よし、さて、勝利条件が変更された。それから湯月城は偽装降伏、黒瀬城は空城の、うん、いつの間河野さんも出てきてるね。 OK、 手の込んだ真似をする。しかしそこまでは予測済み。届けない状況ね。近安が撃たれても困ったことになるの。おお、あ、なんと連続ガードにならないから食らってくれる。ちょっとなんか思ったのと違うところに敵が。確かに本陣にいたけど。じゃあ急いで戻ろう。大丈夫、ガラシャならなんとかしてくれる。黒瀬城奪還のため彼らを撃破せよ。はい、赤影殿の策、見事なものだ。これで調査までに勝てよう。私が破れては全軍が崩れてしまう。毛利の軍略味わうがいい。
今後も順次出撃せよ。ほい。なんだかまずい雰囲気ね。仕方ない、私が一肌脱いじゃうか。ほう。さてそんなこと言ってるけど、とりあえず一肌は脱いでおいたって感じだな。さあどうするか。何々、黒瀬城南部で奇襲の指揮を取っている模様、これに対して小少将がこう話してるんだから、そっちに向かわせるのが道理というもの。もしかしたらボーナスミッションが出るかも。自信満々じゃの。欲しいよ、何をするつもりなのじゃ。男に転がすな。見てらっしゃい。小少将は大野さんを無双奥義で撃破せよ。おお、了解。じゃあ向かわせましょうか。ほい。すべては毛利の企てだろう。道名を操り遅刻を得ようという腹だ。毛利は大国よ。今のうちに降参すれば土佐一国くらいは安泰かもしれないわね。あんた、そんなものを求めているなら最初から戦などを起こしてはいない。おう、さすが上等。敵の情報見ておこう。さて無双義でやっつけろと言っていたから自分で操作した方がいいよな。あれ、なんだ、獅子堂さん。ちょっと待って、おかしいな。大野さんはどこだ。あ、なんだ、そんなとこだったのか。こっちは何だったんだ。セリフを読み間違えたか。お、でもボーナスミッションが出た。シシドさんをやっつけよ。はい。よし、ラッキだろう。この変なのっていう感じで振り向くのが面白いな。 OK、 さあ無双奥義が回復できるようになってるから結構いいぞ。やるな、我らも続け。よし、さてじゃあ馬に乗って。なんという強さだ。方針設定。さて大野さんをやっつけに行こう。おっと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 、ほい、シャキーン。わあ、何これ。汗かいちゃったじゃない。ガラシャがいっぱいで手あげてると、ちょっとなんか面白い絵面になってるな。ほい。おお、派手だ。仕上げだ。王の道名を撃て。はい。今度は本物の悲鳴かな。さあ、この道名さんだっけ、どこにいるんだろう。上の方か。なるほど。しかしまずは大野さんをやっつけに行こうかな。そしてガラシャは何をするべきかな。この辺りに敵はいないけど、こっちか。よし、じゃあ方針設定。見ていて、この手出しはさせません。お、ミッション、小早川さんを撃破せよ。確かレッグを持ってるのはこっちだよね。よし、じゃあ方針設定。小早川さんを撃破するのがガラシャで、大野さんは小少将さんが担当。言いづらい。ねえ、そこの素敵なお兄さん、私のお願い聞いてくれ。な、何者だ。私は惑わされませんと。さあ、あっという間に惑わされそうな大野さん。ガードが固い。うっ、くそ、ここは、えい、え、ででででで、ちょっと油断できないタイプ。ほい。おっと、ここは無双技。あ、ガードされる。ちょっとこれ回復されてるじゃん。
おお、やる。ふむふむ、あれが魔性の力なのじゃね。いいで、よし、さあ計画通りかな。まあかわいそう、痛かったでしょ。あなたの力が必要なの今ね。はい。あら、大野さんは陥落。さてどうしよう、ここは様子を見ておくべきか。ほい。敵の闘争心をへし折ったか。あの女、清潔だな。味方が寝返った。想定外のことが起こっています。お兄ちゃん、よくも敵将打ち取ったり、なのじゃ。てか大野さん、普通に親族の目の前で裏切るとはなかなか、かなり想定外ですね。おっと、さて故障症はどうしようかな。このままでいいんでしょうか。大野さんにちょっと近づいておいた方がいいのかな。ちょっと悩むとこだな。故障症は中央に戻しておこう。道直殿、守れませんでしたか。解放。よし、中にいる河野道直を討ち取れ。はい。あら、弟くんもいるのね。あれ、それはもしかしてやらざるを得ないな。よし、どうやら一息つけたみたいな。おお、大野さんが来てしまった。ここは一旦逃げて南の方を攻めに行こう。ほい。我が部に挑め。お、空中攻撃が炎属性だ。カポドの豪の者がいようとは。ねえ、そこの可愛いお兄さん、私のお名前聞いてくれ。可愛いだと？ふざけるな。うん、どうやら兄弟揃って似たような趣味を持ってるな。故障症は無双奥義で撃破せよ。はい。故障症絡み多いな。連れてきてよかった。さて、じゃあガラシャは、うん、この辺りで戦ってようかな。わかったのじゃ。ほい。いざ。戦わん。結構敵の弓矢が痛い。いででで、どんだけ弓兵がいるの。うぬわ、まずはザボをやっつけて。よし、うん、気分いい。よし、これでだいぶ減らしたかな。よし。力負けしているか。オッケー。あら、怪我しなかった？いい子だから言うこと聞いてね。はい。はいとか言って、すっかり骨抜きだな。うわ、すごいのじゃ。これが斧の子を転がすということなのじゃな。斧の子、でもなんか違うような、合ってるような、なんとも言えないな。教育上よろしくない。さてこうなったらどうしよう。故障症はもう一回中央に戻すか。900体。汗かいちゃったじゃない。もうだいぶやっつけてますね。さて、じゃあ黒瀬城あたりに戻らせればいいかな。こっちだ。遅れを取ろうとはな。おろろ、やばいやばい。
あれなんかちょっとどうなってんだここ、入り組んでるな。ここを入ればいいのか。頼もう。押して参る。おっと、なんだやる気あるじゃないの。ほい。おお、すごい。頑張ってるじゃない、わらわちゃん。やっちゃうのじゃ。この剣、私のライフ終わるか。仕上げたち。毛利元就に引導を渡してやれ。開門。オッケー。お、さらに展開。よし。さあ残すところ毛利元就と一部の武将だけか。よし。じゃあ行きましょう。一応本陣は大丈夫そうかな。よし、じゃあ行こう。厳しい状況だな。信近さんがやばいって言ってるけど、お、あれ特に何も出ない。お相手いたす。何だったんだ。救援とは嬉しきことよ。ちょっとやばすぎない？いざ、ファイラン！わ、気になる。さっきのシャキーンっていうの何だったの？てか、ちょっとあの人何どんどん突っ込んでんの？ちょっと待つのじゃ。いやいやいや、なんださっきから。何かイベントが起こりそうなのに起こらない。確かバリアを張れるんだっけ？魔法による障壁を展開する。うん、仲間を回復させてあげることはできない。お、隠密、こいつか。出現。なんじゃ、敵か。驚かすでない。すべてやっつけちゃう。え、すべての隠密。おっとっと、ほい、そろそろ使いたいんだよね、これ。ほい、絶好調なのじゃ。さあ、戦打ちまで頑張りたいところ。おお、どんどんパワーアップする。なになに、神速攻撃がレベルアップ。1、2の3、4の。おお、何してんの。おお、攻撃判定超強い。天下無双の座いただくわね。さあ、一勝タイム。戦場に出るほどの危険を犯し。お、なんか残ってる。お前は俺に何をする。この資格をもらうわ。なんて冗談。新しい居場所が欲しいだけよ。なぜそれを俺に求める。どうしてでしょう。答えはこの戦の後で。いや、見事な戦いを見せてもらった。 CM の後でみたいなこと言ってるけど、毛利家の者も見習うべきかな。美しくて賢くて強くて美しくないと私を見習おうたって無理よ。なんで2回も言った。さあ、とどめ。おお、ここで果てるわけには。え、誰だ。私の負けだ。四国は君たちに任せるべきかな。謎残像。聖絶なる魂の叫びは今流された血と共に時代に刻まれた。この勝利ほぼ私のお手柄ね。お、ようやく普通の足に戻った。さて、かなり
保証賞が頑張ったけど、お、なになに、すべての隠密を撃破せよ。あ、他にもいたんだ。あの場所だけにしかレーダーが反応しなかったってことか。なるほどね。じゃあよくマップを見ておくべきだったかな。まあいいか、しょうがない。さあ保証賞さんの大活躍、お見事。レベル1からレベル15までだいぶ稼ぎましたね。おお。しかしガラシャも負けてない。お、役に立たなかったとは言わせないわよ。うん、確かに。約束通り、望みは聞いてもらうから。あれ、金じゃなかったのか。なぜ俺のそばに留まることを望む。私が世間からなんて呼ばれているか知ってる？不幸を呼ぶ女。あなたも不幸にしてあげる。つまり俺にお前の宿命をねじ伏せろと。はあ、なんでそうなるのよ。ここにいたければいればいい。だがお前の宿命をねじ伏せるのは俺ではない。え、ならばわらわか。師匠がここにとどまるならわらわも共に残るぞ。もっといろいろ教わってこの子をコロコロ転がすのじゃ。師匠って私？ああ、やめておけ。光秀の涙を見たくはあるもん。パパ泣いちゃうか。うん、なるほど。故障症は自分が不幸を呼ぶ女なんて言われてるから、その宿命を元近になんとか変えて欲しかったのかな。でもそれを変えるのは違うって言ったけど、空気を読まないわらわちゃんのおかげでっていう感じかな。なるほど。でもガラシャもあれだな、戦国2の頃は確か孫一とタッグを組んでて、今回故障症ってことか。なんか身の回りにいる人たちにちょっと悪い影響を受けそうだけど、意外とピュアすぎてなんてことはないのかもしれないね。というわけで、今回は伊予進行なんとか故障症の活躍でクリアできました。いやー、なんか面白い動きだったな。なんか攻撃速度は遅いんだけど攻撃判定が広いから、対雑魚戦ではかなり無双が味わえるんじゃないかなと思います。というわけで、今回はこれまでにしておこうかな。ではまた次回よろしくお願いします。